せい！したことなかったの。大した敵ではないな。はぁ、レーンの力よ、とどめよ。こんなもんさ。いらっしゃい。今日は何の用だ。あらあら、ご用ですか。また負け。
くぜ。いただくぜ。うまい、実にうまい。いただくぜ。いただくぜ。悪くはないぜ。いただくぜ。いただくぜ。うまいな。いくらでも食べられそうだ。いただくぜ。いただくぜ。好みではないな。いただくぜ。いただくぜ。ダメだダメだ。いただくぜ。いただくぜ。ま、無難じゃね。仇討ちなど諦め、闇流料理界に入れ、クルツ。だが、断る。強情な男。それじゃあ、いただこうか。これは
それじゃあ、いただこうか。なかなそれじゃあ、いただこうか。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 それは秘伝のレシピ。天の巻手に入れていただと。そうだ、俺たちみんなの力で手に入れたんだ。ノアたちがいなければ俺はこのレシピを手に入れることはできなかった。本当に感謝している。そんな、この私が負けるなどあってはならない。ならないというのに。答えろトリオ。あの日秘伝のレシピ欲しさに妻と師匠を殺したのか。そうだ、俺は至高の料理を作りたかった。そのためにお前の妻と師匠が邪魔だったのだ。そのためにお前だけは許さない。それでいい。敗北した以上、これ以上生き恥をさらしたくは。だがお前の妻は。待て、俺の妻がどうした。ダメだ、もう死んでいる。そうか、知らん。師匠、仇は取ったと。おお、よく来たな。ありがとう。クルツ、大丈夫？ああ、大丈夫だ。少し考え事をしていただけだからな。闇流料理会のこと。ああ、トリオを倒した以上、俺にもう奴らと関わる理由はない。だが、奴らは俺を放っておかないだろう。それに、どうしても気になることがあってな。その気になることというのは、
私のことかな。お前は一体誰なんだ。名を名乗れ。私に名はない。記憶を失ったところをトリオ様に拾われ、闇竜料理界の刺客となった。記憶を失ってるだと。まさかお前は。問答無用。クルツ、トリオ様の仇は取らせてもらう。料理勝負を受けてもらえるな。分かった、いいだろう。所詮料理人は料理でしか分かり合えないからな。私に何を分からせるというのか。今の私は闇流料理界の女、手抜きは一切しない。覚悟してかかってくるがいい。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。いただきます。悪くないんじゃないか。いただきます。大好物だ。いただきます。
いただくぞ。そうですね。はい。いただきます。なんか違うんだよな。いただきます。悪くないんじゃないか。この料理、この味、これは…あなた…シーラ!もしかしてクルツの奥さん。ああ、てっきり死んだものとばかり。あの時師匠は殺されたけれど、私はトリオの料理で仮死状態にされていたの。そして記憶を奪われて闇流料理界の手先として働かされていた。そうだったのか。ごめんなさい、あなた。記憶を失っていたとはいえ、私、あなたにひどいことを。いいんだ、シーラ。君が戻ってきてくれただけで。また、二人で店をやっていこう。いいの?本当にいいの?当然だろ。愛している、シーラ。ありがとう。私もあなたを愛しているわ、クルツ。よかったよかった。でも気をつけて。闇流料理界の総帥はきっとあなたを狙ってくるわ。そして私の足抜けを許さない。安心しろ。何としても君を守ってみせる。たとえどんな相手であろうと、俺の料理は必ず勝つ。これからは私も一緒に戦うわ。よろしくね。美味しい料理はいかがかしら。いらっしゃい。食べ。
何が食べる？闇流料理界の総帥か。どんなやつが出てくるんだろうな。総帥はとても恐ろしい人よ。自身も凄腕の料理人で、料理で世界征服するべく闇流料理界を作り上げたの。やれやれ、厄介なやつに目をつけられたものだ。厄介なやつというのはわしのことかな。来たな。だよ。だが勘違いするな。今日は貴様を勧誘に来たのだ。勧誘だと？あまたの料理人を倒し、トリをさえ超えたその腕、まさにわしの右腕となるにふさわしい。どうだクルツ、闇流料理界に入る気はないか？クルツは仲間になんかならない。ああその通りだ。よく言ってくれたなノア。愚かなことよ。貴様ならくだらぬ料理を駆逐し、至高の料理で世界を埋め尽くす野望を理解できると思ったのに。くだらない料理なんてない。俺はいろんな料理人と対決することで料理の可能性を見た。くだらない料理なんてものはない。ただそこにあるのは料理人のうまい料理を作りたいという心だけだ。ほえおるわ。ならば料理でそれを分からせてみせい。望むところだ。料理を征服する者は世界をも征服できる。貴様に世界を制する料理を見せてやろう。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。
ただきます。ないと思うよ。いただきます。いただきます。おいしいよ。いただきます。いただきます。悪くないと思うよ。わしが負けただと？お前の敗因は一つ、勝負にこだわりすぎたことだ。料理とは、素材の声を聞き、客の声を聞き、美味なるものを作り出す、その心なのだ。おお、わしは大事なことを見失っていたというのか。お前ほどの腕を持つ料理人だ。心を入れ替えて一からやり直せ。今度は心から美味しいと思える料理を。そんな青臭い言葉が身にしみるとは。お前の料理に心から敗北した証拠だな。よかろう。今日をもって闇竜料理会は解散とする。よかった、これで終われずに済むのね。これからは心を込めて料理する者たちを集め、光の料理界として生まれ変わろう。またいずれ勝負することはあるかもしれぬがな。その時は手加減しないさ。それではさらばだ、素晴らしき料理人よ。
ようやく闇流料理会との決着もついたか。ああ、これからはのんびり店が構えられる。とりあえず何か作ろうか。食べたいものがあれば言うといい。何でも作ってやるからな。何を見るのじゃ。あの、せいさん？なんだい、ヤエル。私たちを助けてくれて、本当にありがとうございます。あ、いや、僕は君の家族を助けることはできなかった。帝国の一員として、君にはすまないと思っている。だから、僕は明日の戦いに負けられない。明日は、多くの人を守る戦いになる。君だけじゃない。諸国連合の人も。そして、帝国の民をも、公爵の野望から守ることになる。そう、信じているんだ。はい、必ず勝ってください。そして無事で戻られますように祈ります。うん、ありがとう。明日はとても多くの幸運が必要になるはずだ。だから君が祈ってくれるのは心強いよ。ノア？え？ノアさん？やあ、ノア。あ、ごめん、邪魔しちゃったようだ。あ？邪魔？なあノア、思い出さないか？あのルーンの遺跡で話したことを。ああ、そうだな。あの時もこんな風に静かだった。それぞれ境遇は大きく変わった。君は警備隊の新人から同盟軍のリーダーになり、僕は帝国軍を離れて
ここで共に戦っている。思い返すと不思議だな。なんだかここまでいろいろありすぎて昔を思い返すなんてこと忘れてたけどね。君は変わらないね。あの頃より少しだけおせっかいの規模が大きくなったぐらいかな。少しだけか。僕はあの時はケースリング家のために功を立て名を挙げるのが自分の道だと思っていた。父が期待をかけていた兄さんが戦場に倒れ、母が悲しみに暮れ塞ぎ込むようになった。あの日からそれが僕の進む道だと思っていたし、それがゆえに君と戦うことにもなった。でもそれは間違っていたようだ。僕は随分と変わってしまった。そうかな。俺にはやっぱり君も変わっていないように見えるよ。そうかい。ああ、君の心の奥底にはいつも何か信念みたいな強い気持ちがある気がするんだ。それはルーンの遺跡のあの時も、エルティス・ワイスで戦った時も、そして今も同じだと感じるよ。信念か。俺は自分がどうするのがいいのか分からなくて村を出たんだ。だからいつもなすべきことがある君を羨ましく思っていたよ。ノア、君はなぜこの場で戦い続ける？おせっかい。でもその本当の理由はあるんだろう。俺の母さんは俺とリンが幼い頃に亡くなり、父さんが一人で育ててくれたんだ。その父さんも村が賊に襲われた時に村を守るために戦って、それで子供の時はなんでって、そんなおせっかい焼きをした父親を恨んだこともあった。俺たちより他のことが大事だったのかって思ったこともあった。だからね、父さんのあの時の気持ちをね、知りたかったんだ。そうか。それで答えは見つかったかい？多分ね。やっぱり父さんも俺も一緒なんだって。だからここで戦えてる。だから俺はみんなのために戦う。そしてそんな君のためにみんな一緒に戦おうとしてる。
僕もその一人さ。戦おう、そして一緒に勝とう、セイ。ああ、加藤、ノア。それじゃあ行くよ、ノア。明日のためにね。ああ、明日のために。ああ、ノア。どうしたんだ、ユンマ。ああ、明日のことを考えるとドキドキして寝られなくてね。それでちょっとおしゃべりしようと思ってペリエールのところへ行ったんだけど、いないみたいなんだ。ユンカースに聞いても行方がわからないようで、それで探してたんだけど。まさか、君の部屋にいるんじゃ。いや、俺も知らないよ。そっか。心配なんだ。帝国の大軍が現れてから、彼女、なんだか思い詰めたような表情をしてた気がして。何かあったんじゃないかと。君は彼女に信用されているみたいだから、見かけたら声をかけてあげてくれるかい？わかったよ。もし見かけたらそうする。うん。僕なんかじゃ頼りなくて、何も教えてくれないだろうし。本当にどこへ行ったんだろう。高原将軍、飲みすぎですって。明日は大事な戦いなんですよ。これぐらいで俺様は戦えなくなるはずが。だあ、ノアの兄貴、兄貴も戦いの前の景気づけで。え、いや。そんなわけないですよ。そうですか。ノアの兄貴、俺は明日大活躍しますよ。そしてみんなに勝利をって大笑いしてやりますよ。でもノアの兄貴、俺たちも明日の勝利信じてますよ。それは間違いない。じゃあ明日頑張りましょう、ノアの兄貴。いや、そうだね。
みんなで勝利を祝おう。おや、ノア君、眠れませんか？いや、そういうわけじゃないけど、ヒルディさんは？明日の準備の最終チェックをしていました。大切な戦いになりますからね。はい。私は戸惑いました。注意セイが帝国軍を抜けると言い出した時に、それは帝国軍人として生きてきた私にとって想像もしていなかった選択でしたから。ヒルディさんはどうして？私はケースリング家、セイの父親に恩義がありました。それゆえセイのそばで副官として勤めてきました。ですが、彼はいつもどこか辛そうにしていました。軍の任務についている時も、そしてオルドリック公爵の下にいる時も。あの決断をした時ももちろん辛かったはずです。ですが、あの時のセイには自分の信じるもののために素直に行動できる、そんな解き放たれた喜びも見て取れたんです。だから私もその道についていくことに喜びを感じることができたんです。そしてそれができたのは多分あなたの影響もあったんだと思います、ノア君。そうなのかな。はい、聖中尉の副官として感謝を述べさせてください。彼に自らの人生を歩む自由を見出させてくれてありがとう。え？あ、いや、そんな。それでは失礼します。ノア君も早く休まれた方がいいですよ。明日は大変な一日になりますからね。あ、はい。おお、ノア、ダメじゃないか、早く寝ないと。ごめん。そんなこと言ってるリャンこそ、興奮して眠れないって言ってたじゃないか。あ、ちょっとミオ姉さん、言っちゃダメ。やっぱりな。あ、やっぱりとはなんだ、やっぱりとは。そんな子供じゃない。ああ、やっぱりだ。もうもう、ミオ姉さんも。なんか不思議だね。ノアと初めて会ったのって
ついこの前だと思ってたのにな。人生とはそんなものだ。日々の流れは気づかぬうちに過ぎていく。それを感じるのは後から思った時だ。うん、そっか。ねえノア、明日の戦いに勝ってさ、帝国に勝って、それが終わったらどうする？おお、まだ何も考えてないな。じゃあさ、また警備隊やろうよ。山賊とか怪物とかやっつけてさ。それもいいな。でしょでしょ、ミオ姉さんもやろうよ。私は剣の修行がある。チェ。だが少しなら付き合ってやるさ。人の縁は大事にしなくちゃいけない。本当に？やったー。後でガオーにも約束してもらおうっと。うん、よし、いいことも決まったし、明日もパパッと勝っちゃおうね、ノア。それじゃあおやすみ。本当にあいつは変わらないな。そうだね。そしてお前もだ。そうやって変わらないお前だから、みんな共に戦おうとしている。私も剣士として素晴らしい時を得ることができた。感謝するよ。感謝ってそんな。さあ、私も寝ることにしようか。明日は存分に剣を振るわねばならない。はい。勝つぞ、ノア。はい。あ、言い忘れてた。また警備隊やるときも私が先輩だからね。もちろんだよ、リャン先輩。よろしい。おや、ノア殿、眠れませんか？明日は大変な一日になります。体を休めた方がいいですよ。ああ、わかっている。なあ、マールリッチ。俺たちは、勝てるだろうか？そうですね。ノア殿には正確な状況を知っておいてもらった方が良いでしょう。全ての策がなったとして、勝てるのは三部というところでしょう。三部、そうか。はい、それが軍師としての私の答えです。ですが、ああ、これは士気を上げるための嘘とかそういうものじゃありませんが、我々は勝てますよ。
本当にか。ええ、人というものはね、単純な数や状況だけでは測れないものがあります。それがね、私が一番人生の面白いと思っているところなんです。軍師としての答えは先のものです。でもね、明日の戦いのために準備し、戦いへ挑もうというこの同盟軍の姿を見たら、人間マールリッチは感じるんです。最後に戦いを決めるのは人の心だと。そして我々は必ず勝てると。それが一人の人間マールリッチとしての答えです。そうか、うん、心強いよ。俺も必ず勝てるってそう感じるですね。さて、私はそろそろ戻るとしましょう。明日は大きな戦いとその後の勝利の宴の準備も必要ですからね。ああ、頼むよ。よう、ノア。夜風にでも当たってきたか？そろそろ部屋で寝た方がいいぞ。ああ、そうだね。明日の戦いには多くの人の運命がかかっている。ああ、分かってるさ。その運命を引き受ける覚悟はできている。心配は無用だったようだな。お前がそうやって立っていてくれれば、俺たちは命を懸けて戦える。ありがとう、ガオ。そいつは明日の戦いに勝った後でいいぜ。勝って、そしてうまい飯を食う。そいつが傭兵の喜びさ。明日はそれを楽しむぞ、ノア。ああ、もちろん。こりゃ絶対に勝てるな。それじゃあな。よく寝ろよ。随分と珍しい客だな。あんたが一人でこんなところまでやってくるとは思わなんだぞ。敵陣に身一つで、部下が不審がって知らせたからよかったもの。女一人の身なら、むしろいきなり切りかかられることはないでしょ。それに背に腹は変えられなかったわ。どういうことだ。幸福の使者というわけでもなさそうだが。ええ、城の連中は戦う気満々よ。
この状況になってもね。それでは何故に？私はそんな賭けからは降りさせてもらう。あんただけ投降するということか。まさか、あの公爵に膝をつくなんてまっぴらごめん。話がわからん。では何をしに来た？明日の決戦の目前、そのどさくさで私と古くからの従者たち数人とでここから逃亡することにしたの。それでね、その逃げ道を買わせてもらいに来たわ。逃げ道を買う？そうよ。戦いが始まって、そしてキーナーンが攻めかかるその直前に逃げ道を保証してほしいのよ。その隙に城を抜け出して逃げるわ。キーナーンの目の前じゃ城から追っても出せないでしょうし。あんたらしい話だ。だが買うにしては手ぶらのようだが。エルティスワイスにグリム家の財産を隠した場所がある。それを教えるわ。おお、しかし。しかし、あなたがこのような真似をするとは、グリム伯の名が廃りますよ。知らないわよ。名とか名誉とかよりもね、私には大事なものがあるのよ。卑怯者と言われたって関係ないわ。そんなもの、生きてこそよ。これはグリム伯の証の指輪。さっきの話で足りないならこれも渡すわ。それでどう？ああ、いいだろう。人間は何よりも命が大事だというのは知っているさ。あの捕まったというサラス・バーランとも無様に命乞いをしたに違いない。人払いはした。いいぞ。お時間を取っていただきありがとうございます。ゴルドウィン将軍にぜひ見てもらいたいものがあります。ほう、ケスリング家はオルドリック公爵派だと思っていたが。はい、私はケースリング家の家長として家を存続させるのが責務だと思ってきました。ですが。心変わりしたと。公爵に密かに反感を持つ貴族、そして帝国情報局の協力者の力を借りてこれを手に入れました。これは新書なのか？その印は公爵から密かに隠し通したもの。それが本物であるのはあなたならわかるはずです、うん、随分と危険な橋を渡ったものだな。
ええ。子はどこにいても子ですから。今日も元気いっぱい。さあさあ、今日はもしかして人生で一番大事な日だよ。そうだな。ああ、かもしれんな。みんな大広間の方に集まってる。さあ、行くぞ、ノア。ああ、行こう。